3ポイント決めてきました。決めてきましたね。原大丈夫ですね。これね、そうですね、ロスター踏み込んで倒れました。さあギャビンも外している。ロー、ファールです。バスケットカウント。バスケットカウントですね。ムーニー、トガス、クルアップ、3を決めた。今日も快調です。原がファール、原ドライブ、アウトですね。ボードに当たった後、決まってしまう。ピンポイントでいいシュートで決めてるんでね、なんかもね。小川から振って西村、さあ今日の1本目。いやー精度高い、西村はね、あのしますよね。吉井ドライブ、佐藤が手だけ、はい、ボールだけ。そしてスミスがスイスイと、タイムアウト、アルマルク。スミス、ロー、佐藤、スリーポイント。ボールがよく動いてますね。おー、エレベータースクリーン、スミス、その前は吉井。ファールは、ファール、バスケットカウント、エンドランのスマス。そしてスローダウンさせて、相手のイービスも、ね、変えなくちゃいけないですよね。おー、ファールがすごく下がる。ローがオフェンスリバウンド、セカンドチャンスで決めました。ムーニー、原はドライブに行って下からすくい上げて決めた。アウト、アルバルク。スリーポイントの外に動きを作るというのをリロケートって言いますけれども、おー、叩き込みました。フォースハンドでスミス、佐藤、スミス、スミス、決めた。もうリズムが止まらないんですよ、これは。原です。これボールがかなり、ボールが動いてきた中でやってるので、落ちてオフェンスリバウンド、米山、ムーニーが最後触ったかどうだ。ムーニーでしょうね、最後ね。原、バウンスパス、米山、守りました、タイム。米山、上から叩き込むで、あー、奪った、ビッグロー。今日は、富樫へ、スリーポイント、決めた。このクォーターも最後、千葉ジェッツが締めて、ここ。2回ブロックしましたね、今のはね。そして原がフィニッシュ、強いですね。前が下がって上がったので、まあ西村はファールを取ってくれないのかとアピールをしていました。スミス、スミス、スリーポイント、決めてきますね。打ち抜いた、西村に戻す。ムーニーのピック、お縦割りました、西村、どうぞ当てて決めた。それでバックショットですからね。ビッグローはエドワーズとピック、そのエドワーズへ、ここはエドワーズ止めようがないですね、あれはね。いや、岩から坂倉です。あー、大川、そして大川のフィッシュ。こういうベースというのはね、いや、大川後ろから抜かれかけたところで追いかけていきました。そのままフィニッシュ、出たらすぐに戻ってきて、なかなかいいトランジションを披露しています。中ローダー、ビッグローです。スミス、アローピック、スミス離してローから小川、スリーポイント決めた。小川佐藤、吉井、ハーク、ダブルチーム、うまいこと守りました。うまいこと守ってますね、スペースがないので。セローから高橋だ、行きました、高橋克実。スミス、スリーポイント決めた。もう感覚ですよね。青のピックでスイッチしています。小川スピンムーブ、小川決めた。佐藤ドライブ、佐藤決めた。小川、小川ジャンプショット、これも来た。これね、
皆さんご視聴ありがとうございます。いいなと思って思わなくてもチャンネル登録お願いします。